子供七夕が始まりました。とても暑い日でしたね、昨日は。七夕ウィークの第2弾ということで、今日は、天空のフェア場であります。今日は心配なのが天気ですね。天気予報によりますと、今日はずっと、雨が降ったり止んだりということで、基本雨曇りなんですけど、さらに落雷マーク出てるんですよね、雷が。雨が降ったり、あと落雷なんかが結構あるとちょっと気持ち悪いなと思います。能代高校の野球部です。能代高校野球部、軟式野球部ですね。こちらがまた、全国大会へ出場すると。能代がこの全国大会に臨むのは今回が21回目なんですよ。で、昭和57年に初めて、トップを取りましてですね、優勝しまして、で平成以降も優勝1回、準優勝2回、ざっくりしますけど8月の能代、能代松陽は今日ですね、8月2日に甲子園に出発ということで、こんにちは、能代山本ふるさとライブの佐藤です。今日は8月の2日火曜日です。東京の方ではもう40度いっかなってぐらいの大変な暑さのようですが、能代はまだですね、今午前中なんですけど26度ぐらいですね。で、今日は、昨夜からですけど雨が降ってまして、雨が降ったり止んだりという感じで、基本的に雨という感じで、ちょうどいいお湿りです。若干湿気はあるんですが、猛暑よりはいいかなと思っております。いろんなこの近所の畑とか、いろんなガーデニングしているお庭とか、いい感じに湿っておりまして、割とこのベタッとした感じを除けば過ごしやすい、そんな能代です。能代も8月に入りまして、北陸新報も届きまして、この例によりまして1日はこのヘッダーがですね、グリーンなんですよね。普段はこう黒なんですけど、1日はグリーンということで、月の変わり目を感じるということであります。手元に7月31とか、これ7月31ですね。で、このサンドクラフト久しぶりに始まりましたね。見たね、釜山ですね。で、ただ今回は通常 の2日間開催でなくて1日開催だったので、この記事を見てですね、行ってみようと思ったらすでに日曜日にはもうダメという感じで、ちょっとこれは失敗しましたね。それから今日の北陸新報です。これも久しぶりですね。白岳神社のこのおみこしがバーッと滝の下に入ってきたやつ、これも久々の会社ですね。ちょっと若い方がマスクしている風景なんかもありましてですね、ちょっと、時節からちょっと特徴ある絵になってますが、ほとんど皆さん通常通りということで、こういうことでガンガン言ってます。例のコロナウイルスもエアロゾル感染が多いということなんで、こういった水の中であればですね、普通に考えれば大丈夫なんですけどね、政府の方針とか専門家の方とか、なかなか微妙なことをおっしゃっているということです。で、いろんなニュースがあるんですが、私が一番今回嬉しかったのはこれですね。能代高校の野球部です。能代高校野球部、軟式野球部ですね。こちらがまた、全国大会へ出場するということです。ちょうど巷の噂というか、巷の関心はですね、どうしても硬式野球の方が来ましてですね、能代松陽には頑張ってほしいと思うんですが、能代松陽は今日ですね、8月2日に甲子園に出発ということで記事が出ています。これですね、これです。8月2日今日ですね、甲子園出発ということで、明日の組み合わせ抽選会に向けて出発するということです。悔いのない試合をしてほしいと、結果は二の次と私なんか思ってまして、人生の中で貴重な1ページですから、楽しい思い出をですね、作ってきてほしいなと思います。もちろん選手の方々は、目標は全国一ということで、それはもちろんやってくれたら最高ですけど、別に
結果負けようがですね、そこは関係ないと思ってます。ぜひ全力を出し切ってきてほしいと思います。で、今回の派遣に関して講演会に能代市からワーク1000万円の寄付ということになります。これは例年通りですね。あと民間からの寄付なんかも募ってますので、多分大会開催中も継続して寄付は受け付けることができると思いますので、ぜひそういった金銭面でもですね、応援してあげてほしいと思っております。私もまあ微力ながら応援させていただきました。で、話も出ました、これですよ。能代高校野球部、軟式野球部ですね、全国優勝、全国大会出場ということで、ちょうど私の時もですね、ちょっと私の代は硬式野球部が甲子園行ったんですけど、その頃も軟式野球部は強かったですよね。あまりこの脚光を浴びませんけど、地味に強かったんですよ。で、よく見てみたら結構実績があるんですよ。ちょっとこの後半の新聞の方のこの後ろですね、ここに過去の実績が書いてますけど、こんな感じですよ。能代がこの全国大会に臨むのは今回が21回目なんですよ。21回目。で、昭和57年に初めて、トップを取りましてですね、優勝しまして、で、平成以降も優勝1回、準優勝2回、ベスト8 3回の成績残してますね。だからとても強いです。まあちょっと一時期の能代工業バスケットボール部のちょっとノリだなと思ってまして、私の母校でもありますので、ちょっとこれは皆さんあまり軟式野球は注目しませんが、結構強いです。もちろん地元の中学生がほぼこの高校の方に入ってきてますんで、そういう面でも地元の方としては応援したいなと思ってます。ぜひ今回もトップを取ってほしいと思います。能代高校の野球期待してます。あとユニフォームですね、結構こんな縦縞のユニフォームなんですね。ちょうど硬式野球部は割とジャイアンツみたいなユニフォームですけど、こちらは結構昔からこう縦縞のユニフォームで、なんかサムライジャパンみたいなユニフォームですかね。まあぜひ優勝を期待しております。もちろん結果は二の次ですので、いい試合をしてほしいという思いは能代商業同様変わりません。怪我ないように頑張ってほしいと思います。と、まあ今日こんな感じでいっぱいいろんなネタがあるんですよね。僕の新聞を見てました。で、いろいろとありましてですね、とりあえずまあ今回はよくテーマが絞れないので、今日はこんな感じでお時間頂戴します。ざっくりしますけど、8月の能代、8月の能代です。いろんな話題があるのでやります。で、まあ8月の話題、今いろいろ言いましたけど、あと宇宙のイベントなんかもあるんですよね。これ例えばこれですね、銀河フェスに協力とか、銀河フェスに協力、これですね、銀河フェスに協力、こんな話題もありました。まあ宇宙の街の城ということなんで、こういう話題もいろいろと紹介されているということです。あとはそう、多幸のバイパスも開通と。確かにあそこはちょっとこうワインディングロードになってますけど、まあ危ないっちゃ危ないんですけど、まあ一方で交通量から見た場合に、まあそこにまた道いるかなという思いも僕はあります。普段使ってない道なので、まあそんなことが言えるんですけど、まあわざわざ道を作る必要もあるかなって思ったりはしたんですが、まあ安全向上となるんであれば、まあいいんだろうと思います。そして本来これを最初に言うべきなんですね。実はニュースとしてはいよいよ能代の七夕大営業が始まりました。で、昨日8月1日ですので、オープニングは子供七夕であります。昨日の夜はこういう形で子供七夕が始まりました。とても暑い日でしたね、昨日は。実はちょっとちらっと夜ですね、見てみようかなと思ったんですけど、あまりに暑すぎてですね、やめました。すいません。なので今日はこういったことで新聞とか、あと自説柄、今は SNS で結構レアな情報が見れます。いろんな角度から見れますよね。観客の方からとか、あと参加者が撮ったカメラもありますんで、私は子ども七夕に関しましては、この皆様が撮ってくれたこの Twitter とか YouTube とかインスタとか、そちらで楽しませてもらおうかなと思ってます。まあ無事に終わってよかったです。ちなみにまあこういったお祭り見ていつも思うんですが、キャラクターって勝手に使っていいんですかねって、こんなこと言っちゃいけないですかね。
著作権とかないんですかね、肖像権とか。まあ、商売してるわけじゃないからいいのかと、まあ、いろいろ考えたりしますけど、まあ、いろいろなこのアンパンマンとか出てましたけど、まあ、ある程度許容されてるのかな、こういうのは。ただまあ、それでもディズニー系は結構うるさいですよね。たまたま絵を撮った時に映り込んだり、あと昔一回映像を撮った時に渋谷の交差点で撮ったんですけど、確かプロモーションビデオかなんかかな。そしたら背景にディズニーのメロディー流れちゃってましたですね。使えないっていうんで、撮り直しになったことありますね。なんでちょっとまあ、ちょっと変な大人目線でいくと、こういったこのキャラクターとか肖像権ってどういう扱いなのかなって、ちょっと余計なことを考えてしまいました。まあ、いずれにしても楽しいイベントになってよかったなと思いました。そしていよいよ、七夕ウィークの第2弾ということで、今日は、天空の不夜城であります。天空の不夜城がついに出ます。まあ、さらっと出てます。ここに。今日は天空の不夜城ですよ。なんか、ソロバスケットボールの、ハピネスですね。の選手が、9人参加されるそうです。ここに書いてます。能代工業高校出身の長谷川選手とか、いう、そういった、プロバスケットボール選手が参加されるということです。こちらは通り町をこう往復する形なんで、ぜひこちらは興味ある方は行ってみてほしいなと思います。ただですね、ちょっと今日は心配なのが天気ですね。天気予報によりますと、今日はずっとまあ雨が降ったり止んだりということで、基本雨曇りなんですけど、さらに落雷マーク出てるんですよね、雷が。午後は結構夜、午後から夜までずっと落雷マークがずっと出てますので、もし運が悪ければですね、天空の不夜城を運行する時間帯に、まあ、雨が降ったり、あと落雷なんかが結構あるとちょっと気持ち悪いなと思います。でこちらも同様、いろんな方々も今日は映像を撮られて、インスタとかツイッター、YouTube、ブログ等にアップされると思いますので、そちらを見れば大体むしろ離れている方も楽しめるかなと思います。なので私も結構なので今日もあえていろんな方がもうこの時間ですでにいろんな方がもう情報発信されています、この天空の不夜城に関しましては。なので私は今回あえてここは、触れずに置きます。で代わりに、まあ、最近多分こういう夏休みということもあって、能代に帰ってこれない方も結構いらっしゃって、まあ、そういう方々からは結構、最近能代はどうですかというメッセージとかメールが届いてるんですね。なので今日はあえてそういったイベントにこだわらずですね、最近の能代の風景、そんなものをちょっと昨日のちょっと散歩しながら映像を撮ってきました。中川の周辺とか、あとまあ天空の不夜城がこの運行前の待ってる状況とかですね、あとは最近ずっと増えている能代港の方に立っているこの風力発電の羽とか、そんなものがちょっと新しい風景としては残ってるんだろうなと思いますので、最近能代離れている方のために直近の能代の風景はこんな感じですということで映像を撮ってきましたんで、それを最後に見てください。それでもって今日はこういったことで、その風景を含めまして、今日は8月の城ということでお時間を頂戴いたしました。この後では映像を見ながらお別れしたいと思います。いつもありがとうございます。佐藤でした。